サモジさん、どうしたんですか？ん？どうした？何が起きたんだ？ねえ、ちょっと見にくいですが、だいぶ見えないな見えないね。上まで上がっちゃってます。見えてんのかな。虫さんや。ん？うん、どうしようね。おお。うまっ。賃貸なんですよ。廃墟地の修繕費が。お手柔らかに頼むよ。どうしようね。ん？サムジ君は虫をどうしたいの？大切にしないとダメですよ。上から見てみましょうね。っていうか今気づいた、めっちゃ壁傷ついとるやん。サムジさん、そのためにね、壁傷つけんためにこういう爪研ぎのね、面白いもの買ったんやけど、これ今ただの寝床ですからね爪研ぎに使ってくれないし。あ、いなくなっちゃったね。さあ、もういないよ。いなくなっちゃったよ。ねえ。じゃあまあ壊れかけのポフポフちゃんで遊ぶか。虫さんはまあまた今度で。ほら。持ってきて。しかし、あなたの見ているそれはあなたが引っかいた傷です。これは退去時にかなりのお金を取られそうです。借金地獄です。まだ気になる？もう虫さんいませんよ。
3文字。これわしは虫じゃない。3文字。どうした？お手上げか。どうやらお手上げのようです。虫さんどっか行っちゃったね。なあ、でも家の中俺でまた見つかるよ。ちょっとイライラしてるサモジさんでした。今度はちゃんと捕まえようね。猫なんやし。頑張って自宅警備員をしてください。サモジさん、何しとんの？そんなとこ乗って。上には行けないと思うよ。無理やって。だって何もないやん、上に。もしかしてまだ虫さん探しとんの？虫はそこにはおらんと思うぞ。上には行けんて。限界よ。